まあ、新刊でちょっと販売させていただいているのがタイハートのビーコンという、はい、そういうモデルですね。今までインカムを得られたことであったり使われたことは初めてですね。はい、あとはですね、ここ最近取り扱い始めたメーカーなんですけれども、カルドというメーカーがこちらにございます。はい、こちらですね、はい、ここ最近取り扱い始めたんです。非常に、まあ、音質の多いメーカーではありますので、まあ、音楽にこだわっていただく方があれば、スピーカーもですね、非常にいいスピーカー使っていただいてますので、はい、このことも取りやすくなっております。はい、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 どうぞ。流れてる。すごい。本当によく聞こえる。ありがとうございます。はい、これは感動ですよ。はい、こちらの、はい、カルツメーカーなんですけれども、はい、アプリを取っていただければ、アプリ上で操作をしていただくことができますので。なるほど。はい。これか。はい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 、あ、来ました。はい、おー。はい、こちらで音楽であれば、はい、音楽マークを押していただいて、はい、なるほど。こちらでスマートフォンで音楽の再生であったりを全部操作できますので、便利、はい、ヘルメットのこう見えないところで操作するよりも、うんうん、スマートフォンで画面見ていただけるので、そうですよね、その方が楽、うんうん、はい、ラジオも聞けるんですか？そうですね、はい、押していただければ、あ、本当だ、出てきます、ね、すごい、はい、これはめっちゃいいな、ラジオ。これが電話で、はい、これが他の同じカルド、あ、なるほど、はい、同士で話してくれるように使っていただくものです。おー、はい、すごい便利ですね、はい、すごいな、ハイテクな世の中だな。この左上の歯車マークを押していただければ、はい、オーディオの設定をすることができます、うんうんうん、はい、オーディオ設定をしていただければ、おお、音量も調整ができるんです。しかもこれ一つ一つそれぞれできるんですね。インカムだけ上げたいとかもできるんだ、はい、すごいなこれ。下の方を押していただいても、またスピーカーの調整ができるようになってます、はい、うんうん、すごい音楽にこだわってるってことですね、はい、すごい、はい、まあ、これが他のメーカーとは違っているようなことにこだわってるメーカーであります。あ、そうなんですね。ちょっとぜひ使ってみたいので、はい、取り付けてもらってもいいですか？はい、わかりました、はい、お願いします、はい、取り付けさせていただきます、はい、お願いします。お待ちください。はい、今回はこのカルドの新刊を選びました。今から取り付けてもらいます。少々お待ちください。はい、ではペアリングします。まずボタン2つですね、こちらとこちら押していただければ電源が入ります。はい、続きましてこちらのボタンですね、はい、こちらを押ししますと、この点滅があります。この状態で Bluetooth を、あ、来た、はい、あ、よかった、つながりました、うんうん、じゃあ早速かぶってみます。お、流れた、はい、これ感動的だわ、すごいすごい、これはぜひ使いたい。すごいクリアに聞こえました、すごい。これでさらにツーリングが楽しくなる気がする。めっちゃかっこいい。はい、じゃあ今インカムが装着されてますので、お父さんと LINE 通話をしながらツーリングに行っていきたいと思います。どう？聞こえるよ。あ、聞こえる？ OK、うん、あ、じゃあ OK ですね。だってこれ自体は LINE 通話じゃなくても見えない。 LINE 通話だから、そっかそっか、そういうことか。絶対消えない。あ、つながった。OK？ うん。OK。今まだちゃんとつながってる？つながってる。あ、本当。あ、無敵なだけか。おー、いい天気だな、今日。インナーも着てきたし、もう防寒対策バッチリ。17度。17度って、12月で17度って珍しくない？あ、繋がってる？繋がってる。あ、ただの無視か。何？無視してた、今。人のことだ。人。
富士山めっちゃ綺麗じゃない？さては。雪がいっぱい降ってて、そうそう、雪がすごい真っ白けっけじゃん。すごいすごい綺麗、真っ白。なんか雲をまとってるけど、ふわふわしてる、ね。風で。うん。本当かよあれ。本当？雪舞ってんのあれ。吹雪じゃん。こんな感じに取り付けていただいて、中はこんな感じになってて、ここに音が出るところですね。ついてます。両サイドについてます。こっち側とこの部分ですね。ここです。で、インカムの音が拾えるように、カメラのマイクはちょっとここに仕込んでみました。インカム用のマイクはここに取り付けてもらいました。今回私が選んだインカムはカルドのインカムを選んだんですけど、実際使ってみての感想をちょっと述べていきたいと思います。今日このカルドのインカムを使ってみて、音質をすごく重視してるインカムらしいので、かなり音質良かったです。うん、今回はインカム同士ではなくて、私が、バイクに乗ってインカムで、お父さんが車の中でスマホを使って、LINE で通話をしながらツーリングをしてきました。はい、今日実際乗ってみて気をつけなきゃいけないなと思ったのは、たまに街中を走ってて、弱いフリー Wi-Fi に勝手につながってしまうことがあると思うんですよ。今日一回フリー Wi-Fi につながってしまって、で、LINE 通話の方が切れてしまったっていうことがあったんですね。うん、なので、多分インカム同士の会話だったらそういうことはないと思うんですけど、LINE 通話で、会話をする際は、Wi-Fi は切っといた方がいいかもしれないです。はい。それかポケット Wi-Fi とかね、そういうのをつけて、やった方が突然切れるってことはなくなると思います。はい。やっぱりインカムをつけると、どうしてもヘルメットの中がちょっと窮屈になるんですよ。うん。で、私がいつも使ってるのはこの翔英さんの Z7 を使ってるんですけど、やっぱり横幅が結構あるので、インカムを入れても違和感なく使えました。はい。ただつけた当日はですね、ちょっと耳が折れ曲がってたようで痛くなってしまったんですよ。で、それを改善しようと思ってちょっといろいろ調べたら、スピーカーをこう耳の真ん中に持ってくる、うん、で、ここの部分、ここがどうしても痛くなっちゃうので、この耳介と呼ばれる部分、ここが折れ曲がらないように、ヘルメットかぶった後にセッティングすることが大切です。今日ね、走ったらね、全然痛くなかったです。うん、じゃあね、ちょっと実際にかぶってみましょう。ですね、今この状態だと耳が折れ曲がってて痛くなってしまう状態なので、こう横からこう指を入れてもらって、今耳が折れてしまっているのを直してます。放送の今耳が全く折れてない状態なので、スピーカーの位置をこう調節して、私の場合はちょっとこう前に押すとちょうどいい感じです。これで今ね、全く今耳が痛くないような状態ですね。うん、しっかりと耳直してセッティングしてからお出かけしてください。はい。そうしないと本当に痛くなって、もうインカム嫌だなーってなってしまうとすごくもったいないので、このね、耳のセッティングが非常に大切になってきます。今までインカムがない状態で走ってたので、意思の疎通が全然できてなかったんですよ。で、今度からはこのインカムを使って、楽しいツーリングができればいいなと思っております。はい。こちらのカルドのインカム大活用させていただきます。はい。ということで、インカムのレビューは、おしまいにしたいと思います。はい。皆さんもインカムを手に入れて、会話したりとか、音楽を聴いたりとか、ラジオを聴きながら楽しくツーリングができるといいかなと思います。はい。せんちゃんもこれから楽しいツーリングをしていきたいと思いますので、よかったら元ブログの方も見てください。お願いします。では、せんちゃんでした。バイバイ。